三井住友信太銀行の谷口と申します。どうぞよろしくお願いします。早速ですが、皆さんは今、人生何年時代を生きているとお考えでしょうか。こちらの表は、アメリカの UC バークレイ校の調査資料から引用したものです。数字のところは、 生まれた年、左の方は国別になっています。赤い囲いがクロスしているところをご覧ください。2000年生まれの日本人の方は、104歳まで半分の確率で生きるというふうに言われております。2000年生まれの方は、 平均寿命として104歳であるということです。この表は2007年生まれの方まであるんですけれども、いわば今時点で日本では20歳代の方はすでに自分の人生が100歳以上あるということが前提の社会になっているということだと思います。 そういった中で今日は人生100年時代と信託についてお話を申し上げます。項目はこちらの目次にございます通り、まず信託についてお話をして、その後人生100年時代、そしてその人生100年時代の信託の使い方についてお話を申し上げます。 信託についてお話を始めいたしますが、長寿社会であるということを前提にお聞きいただくとありがたいです。では、信託についてというところから始めてまいります。文字通り信じて託すというところで、まずはあの、自分ごとかといいますか、ご自身でそのような場面、 信じて託すこと、大切なものを友人に信じて託すという場面を想定をしてみてください。こちらの資料では例えばということで、あなたが4年間別の場所に住むことになって、あなたが大切にしている、そして自分たちのほか近所の人にも果実であるみかんをあげている、庭にある、 みかんの木の面倒を誰かに見てもらいたい、託したいと、信じて託したいという場面を想定をして、シワを作っています。みかんの木にしていますが、最近で言うと、例えば、ペットだというふうに考えていただくのも良いかもしれません。その時あなたは、その友人に、どのような託し方をしますかということです。 いろいろとお話をして頼むと思うんです。まず友人ですかということですね。誰に頼みますかということです。そして、頼む内容はどういったことですか世話の仕方、考えている日をどうするのか、期間をどういう期間でどうするのかと、季節もあります。そういったことをどうするかということですね。皆さんどうされますでしょうか 例えば、みかんの木で言いますと、そのみかんの果実は誰がもらえますか今まで家族だけではなく、近所の人にも配っていました。信託は、この果実をもらう方、受益者と言いますが、のために財産を管理します。取れた果実を友人が 例えば自分の友人に、従人の家のみかんと混ぜてもいいでしょうかいい時もあるでしょうしけど、混ぜて欲しくない大切にしているものですからね。いうことだと思います。ペットならなおさらだと思いますね。ペットの子供が生まれたらということです。新宅には分別をして管理するという機能があります。次に、 託す先は友人で大丈夫でしょうか専門家であるみかん農家に託した方がいいんじゃないでしょうかこういった担い手である方の能力を選ぶということもできたりする。新宅には様々な転換機能があります。もう少し新宅についてというページでございますが、 例えば、この託したみかんの木なりペットですね。委託しているあなた自身が4年間のうちに死んでしまったらどうなりますかもしくは、引っ越しから戻ってきても体が不自由になっていたり、認知症になっていたりしたらどうしますかどうしてほしいですか 超高齢社会である日本では、こういう機会が増えています。これからご説明しますが、事前に決めておくことが大切。そこで、信託を使うことはとても有用というご説明がこの時間になります。では、信託についてということで、一旦まとめておきますと、 ある人が信託契約や遺言によって信頼できる人に対して自分が持っている金銭や土地といった財産を名義ごと移転をして受託者、その託された人間ですが、この方が委託者、ご本人ですね、の設定した信託目的に従ってご本人の指定する 人、果実をもらう人ですね。受益者のために、その財産の管理処分を行うという行為のことになります。では、次のページからですね、少し信託の歴史について、簡単に2つの事例ほどご紹介したいと思います。だいぶ古くなりますが、信託自身は人間社会では普通に行われていること、 例えば、メソポタミア文明でもその方がを見ることができます。今日のご説明は別の事例で2つご用意しています。はい。1つ目は西洋の十字軍のお話ですね。いわゆる一生懸命、自分の領地、農地を守って果実を蓄えて管理をしてきた。 騎士である領主ですね。十字軍のナイトとして遠征に行く。それも遠い。だいぶ遠いですね。に行くことになります。その当時は、日本で言うと、平安時代、鎌倉時代ですね。妻や子供に財産の管理権はなく、そのため、自分が信頼している友人に、その自分の領地、農地を、 託すことになります。そして遠征中は、えー、その本人は騎士として留守ですので、いろんなことをですね、えー、その名義を友人の名前にしておきます。そしてその友人は、そのナイト、騎士の家族のために、領地や財産の管理、運用を行って、えー、ナイトの 家族を養うということを行います。そして、戦いですから死んでしまうこともあります。ナイトが死んでしまったときは、ナイトの家族に、もしくはあらかじめ指定したところに、その領地、農地の名義を譲渡するという仕組みを使っていました。次に日本についてですね。 同じ平安時代ですが、少し遡って828年のことです。今でも、特に人生100年時代、学べるということは大切なことですが、平安時代は、貴族向けにしか教育館はありませんでした。庶民も学べる教育館を作り、より多くの国民が学ぶことは、 大切なことだと空海さんはお考えになっておられましたし、そのように発信をなされておられました。工房大使ですね。この工房大使のお言葉を受けて、藤原の忠盛というお公家様が、ご自身の京都の九条の邸宅を信託をして、 託された空海さんが学校を建設し、学校の運営を行って教育を施しました。そしてそのメリットを享受するのは貴族ではなく庶民が受益者だったという使われ方です。これ以外にも日本でも世界でも 信託という機能は、信託と言われなくても普通に使われてきておりました。前に書かれたページと同じ内容ですけれども、信託というものは、受託者、信頼できる人に対して財産を託して、その方が受益者、利益を得る方のために管理運用をする。 もしも、お亡くなりになっても、判断能力が落ちても、やるというような仕組みになっています。では、ここから、長寿社会、人生100年時代についてという項目に移ってまいりたいと思います。ここは、あの、人生の寿命が、 長くなってきた歴史について簡単に3ステージにして表しています。人生25年時代、人生50年時代、人生100年時代という倍になっていくところのスピードでこちらを表しています。ホモ・サピエンスの時代、20万年の間、人間の平均寿命は 25年になっていました。それが狩猟から農耕が始まって1万年の間平均寿命は50年になってきました。それが第二次世界大戦後は平均寿命が80年になり、そしてたった一世紀で 50年から100年に人間の寿命は伸びてきています。ゆっくり伸びてきたものがあっという間に倍になってしまうという変化量。これがまた課題が出てくるという要因になっています。はじめの表紙の表を もう一度掲げております。2000年生まれから2007年生まれの方の半分生きるであろう、半分の方が生きるであろう年齢の表です。日本はどの年齢でも一番長寿であるという表示に推定になっています。こういう方々が、例えば、 渋谷で歩いておられる方は皆さんそういう方になっているということになるわけです。で、ここで人生100年時代長寿社会と信託の機能とのですね、接点たくさんあるんですけれども、その一つをご紹介いたします。この表は 年齢別の認知症の出現率で平成24年時点の出現率です。例えば、この表は65歳から始まっていますので、人生50年時代ですと認知症というものはほぼ見ることができなかったと思われます。人生80年時代と 言われた昭和の終わりの頃ですね。その頃ですと、75歳から79歳のところを見ていただければと思います。赤い字が女性です。7%。青い字が男性です。6.1%。まだ、周りにそれほど多いという感覚ではないと思いますし、 そもそも75歳から79歳まで生きている方自身も少ないので、なかなか認知症の方が周りにいるという感覚はなかったと思います。それが今の時代ですね。人生100年時代。これ女性と男性で差はあるんですけども、例えば女性で見ますと、95歳。 のところ一番右の表ですね。73%の方が認知症になっておられます。4人に3人の方が認知症を出現させている、発症しているということになります。長寿社会においては、自分が認知症になるということは、人生の前提として 考えるべき項目になっているということになります。決してそれが暗い人生だというわけではありません。ただ、しっかりとその前提を置いて事前に準備をする必要はあるということになります。次のページに移ります。こちらのページは、えー、事前の準備が なくってですね、認知症になってしまった方の事例の中でよく見られる法定貢献ですね。貢献の申し立てを行われる動機、裁判所に対して困ってしまっているので、貢献人を立ててほしいと。例えば認知症になっているので立ててほしいというようなものの動機、理由の補表になっています。 平成30年ですけれども、圧倒的に多いのは、預金の管理、解約です。要は、判断能力が落ちてしまって、預金契約が解約にしてもできない状態になるということで、あの、絵はこれマンモスが氷で凍結されている絵ですけれども、 ご自身の名前の大切な資産が、預金が、認知症の方は自分では使えなくなってしまうということで、家族なりご本人がお困りになって申し立てをされているということになるわけです。前の表で見た通り、女性の方は95歳になれば、4人のうち3人は認知症になっておられます。こういったことが、 いろいろと困りごととしては、前提を置いておかなければ起こってしまうということになってしまっているということです。では、人生100年時代と信託ということでですね、お話を第3章の方に進めてまいりたいと思います。 人生100年時代は、あの、多病時代と、えー、無病息災から一病息災を経て、多病息災へという変化を経ている時代になっています。ですので、健康の概念も肉体的に、精神的に、社会的に満たされた状態という概念から、 生活習慣病や認知症と付き合いつつ豊かな生活を過ごす状態へ変遷をしていっています。この前の章でも述べましたが、これらを前提にしたライフプランが人生100年時代には必要になっているということです。 さて、ここで、信託の特徴ということについて見てまいりたいと思います。第一章のみかんの木の例え話を思い出してください。誰に託しますかどう託しますかいつまでどうしてほしいですかいろんなことがあったと思います。信託を使えばですね、こういったことができますということが書いてある表です。まず、 の財産、例えば、みかんと言いましたけれども、これに関する権利者の転換、ご自身から、例えば、より能力が高いみかん農家の方、専門家に託すということもできます。より信頼している友人に託すということもできます。実は家族の方が上手くって、家族に託すということもできます。能力を自分の能力に 枠気味をされずに転換をすることができるという特徴を信託は持っています。次に財産の転換というパートです。ここでは時間の例として自分が死んでもお孫さんに教育資金として贈与し続ける信託について時間的な 転換をしている例を書いていますが、例えば、第一章でご説明した十字軍ですね。ご自身が十字軍に遠征をして、例えば不幸にして亡くなった時にどうするかと、亡くなった後もですね、どうしてほしいかというのを決めておくということ。これは自分の健康な期間という時間の制約を超えることができる。 という形になります。そして、正常や単位も変えることができる。みかんをどういった風に分けるかということも、種類を変えることもできます。甘いみかんを誰かにあげてほしい。余ったものは家族に分けるとか、そういう試験もできますし、えー、小口の財産を集めて合同で運用するみかんを一本ではなくって、 たくさん移植をして、みかんの農地にして運用するというようなこともできると思います。こういった機能というのは、長寿社会においてとても有用になる。自分の人生100年時代のいろんな障害を前提にして準備をしていくツールとしてとても有用になります。それはもともと自益者のために の約束をした、信託目的にのっとり行われるということが要因になります。えー、豊かさという言葉、よく我々使います。ある方では、選択肢があることだという方もおられます。長寿社会、セカンドステージといっても50年あります。また、 人生のラスト10年の過ごし方。例えば先ほど前のページで、前の章でご説明した認知症の出現率などですね。ライフプランを含めてしっかりと考えていくことも大切です。事前、アドバンスのプランニング。これがとても大切になります。その中で、先ほどご説明しました転換機能などの信託を使いこなして、 いくつかの選択肢を保持し続けると。人生何年になっても、何歳になっても選択肢を保持し続ける。自分の考え通りに生きれるというのを人生100年時代も実現できることによって豊かな人生をすると。と送るということができます。そのための信託という形になると思います。 最後のページは SDGs の表になっておりますけれども人生100年時代を豊かな人生にするためにぜひ皆様には信託をお手元に置いて使っていただきたいと思います長寿社会では信託をお手元にぜひ よろしくお願いいたします。ありがとうございました。